あのね、今度の日曜日なんだけど、やっぱり興味ないかな。なんでもない。今のは独り言だったの。ごめんね。独り言には聞こえなかった。ごまかしてもバレちゃうよね。あの、実はね、今度の日曜日にクラシックコンサートに行きたいなと思ってて、あなたも一緒にどうかなって思ったんだけど、あんまりクラシックとか興味ないよね。退屈な思いはさせたくないし、静岡まで出なくちゃいけないからちょっと面倒かけちゃうかもと思うし。え？本当に？興味あるの？嬉しい。一緒に行けたらいいなって。実はもうチケットも2枚用意しちゃったの。どうもありがとう。日曜日が待ち遠しいな。